滑走は藻類の一群で褐色を呈しているのが特徴である。海藻として知られる海産の多細胞藻類を中心とする生物群で極めて大型になる種が含まれる。滑走の大きさや形態は様々である。最も小さいものでは糸状の細胞が微細な柔らかい棒状に並んだ体調体。いくつかの種では生活感のある段階において、 数個の細胞のみからなる微視的な体を持つ。これより、はるかに巨大な藻体を持つグループも知られる。アスコフィルムやケルプは、その生育地において最も人目を引く藻である。ケルプでは、長さが2フィートのパステイルシアから、現在知られている藻類の中で最大である45メートルを超えるマクロシスティスピラフィラまで様々なサイズの藻が知られる。形態に関しては、小さな、 かさぶた状のものやクッション状のものから、ホンダワラのように浮遊性の養生の体を持つもの、潮見泥のように繊細なフェルト状の細胞の連鎖から、なるもの、海内輪のように30センチメートルほどの長さの枝が集まって線状の藻体を作っている例まで見られる。こうしたサイズや形態の多様性にもかかわらず、滑走は他の藻類とは2つの明白な特徴で区別できる。 1> 第1に、このグループの藻は、オリーブグリーンから褐色までの範囲の特徴的な色を呈している。滑走の藻体が褐色を呈するのは、光合成色素として、クロロフィルの他にフコキサンチンを持つことによる。フコキサンチンは熱に対して不安定であり、天然では褐色のわかめが食卓では緑色を呈しているのは、湯通しによってフコキサンチンが分解されるからである。第2に、 全ての滑走は多細胞である。単細胞性あるいは軍隊性の種は知られていない。そのような階層のグループは滑走のみである。しかし、これは進化の結果というより分類の結果たまたま、そうなっているだけなのかもしれない。滑走と禁煙と考えられている、他のグループにはいずれも単細胞性あるいは、軍、代表的な昆布類の生活感。ほとんどの滑走は、 このような形で優性生,生殖を行う。多くのものが単層と服装の二つの世代があって、世代交代のある生活感を持つ。昆布やわかめでは、服装の体の方がよく発達し、単層の体がごく小さい。しかし、両者にほとんど違いが見られないものや、大きさの関係が逆になっているものもある。本川ら類は、服装の体のみで、 動物と同じような生活感である。原数分裂で生じる胞子は鞭毛を持つ。配偶子は同型のものもあるが、卵と精子に分化しているものも多い。鞭毛細胞は横に2本の鞭毛を持つ。前向きの1本は羽型、後ろ向きの1本はムチ型である。大型種では多年生のものもある。岩の上に固着する根上部のみを残して上が切り落とされ。 翌年再びそこから茎を伸ばす。ホンダワラ類では切り落とされた樹脂状の体がそのまま水面に浮かんだままで枯れずに残り長く海面を漂う。これを流れもと言い,い、稚魚の拠り所となるなど多くの生物に利用される。ごく一部を除いて海産である。多くは超硬い以下のやや深いところに生育する。特に寒冷な地域の海に 大型種が多く、その地域での主要な階層となっている。従来は、滑走植物門として独立した一群とされてきたが、近年は軽藻類等とともに、不透毛植物門に含め滑走図などする。クロミスタ海クラミスタでは最も体制が発達した群であり、多くの目がある。以下の系統時は、シルバーフェルド、ルーソーデリービアーズに基づく。滑走には、 多くの食用海藻が含まれる。すべての滑走は細胞壁にアルギン酸を含む。これは科学的に抽出された安定剤、ゲル化剤、乳化剤、食物の増粘剤などに利用される。利用例の一つとしてリチウムイオン電池が挙げられる。アルギン酸は電池のアノードの材料として用いられる。この多糖は滑走の主要成分であり、そして 陸上植物には見られない。アルギン酸は養殖にも用いられる。例えばアルギン酸はニジマスの免疫力を向上させる。若菜にアルギン酸を加えた飼料を与えると生き残りやすくなる。ケルプを含む滑走は光合成によって二酸化炭素を相当量固定している。サーギャッサムシラクアトロムから抽出される。 サルガクロマノオルジーは消園作用を有することが示されている。人間にとって有害な例としては、カリブ海でホンダワラ類が大量発生して沿岸に漂着し、海浜リゾートの集客に打撃を与えていることが挙げられる。ありがとうございます。